今年1月に起きた能登半島地震では、突然の大きな揺れに驚かれた人も多いのではないでしょうか。震源に近い能登では、比較的古い木造住宅が倒壊するなどの甚大な被害も起こっています。そこで今回は、地震に強い住宅にするための市の取り組みについてお届けします。トーマさん、今年1月の能登半島で起きた地震では、福井市でも大きな揺れを感じて驚かれた人も多いのではないでしょうか。そうですね。福井市でも震度5弱を観測して被害もありました。ニュースで見ただけですが、家全体が倒れていたり、柱が傾いていたりと、地震の揺れの大きさがわかります。日頃から災害に対する備えはしていましたが、大きな地震が起きた時に今住んでいる家の備えも大切なんだと改めて感じました。福井市の木造住宅の耐震化の現状ですが、耐震化率は令和4年度末で 86.1% と推計され、福井市建築物耐震改修促進計画では令和7年度末までに 90% とすることを目標としています。家の耐震化ってどうすればいいですか？まず耐震診断をしていただく必要があります。耐震診断とは、住宅の構造体そのものの強度が地震の揺れに耐え、建物の倒壊を防ぐことができるかどうかを判定するものです。耐震性が不足する場合には、大きな地震が起きた時に倒壊するなどして被害が大きくなることもあります。その前に住宅を調査する必要があります。地震の被害を少なくするために、事前の対応が重要ということですね。はい、福井市では木造住宅耐震診断補助を行っていますが、木造住宅の耐震化のさらなる促進を図るため、これまでの個人負担1万円が4月1日から無料になりました。無料になったんですね。詳しく教えてください。はい、対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工して建てられた一戸建ての木造住宅です。申し込みをできるのは、対象となる住宅を個人所有し自ら居住する方となります。なぜ昭和56年5月31日以前の木造住宅が対象なんですか？これはこの日を境に建築基準法の耐震基準が変わったからです。この日以降着工された木造住宅は新しい耐震基準で設計され、耐震性が確保されています。なるほど。耐震診断を受けた後はどのような流れになっていますか？耐震診断の結果をもとに、補強の程度や補強場所などを示す補強プランが作成され、家の所有者自身が耐震改修について考えていただくことになります。林さん、実際の地震の揺れを一緒に体験してみませんか？はい、少し怖いですがよろしくお願いします。では、中を入ってください。お願いします。お願いします。では、椅子にお座りください。では、正面の方にですね、ご家庭のリビング映像が映し出されます。ご自宅でと想像しながら体験していただきたいと思います。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。お、結構揺れる。いかがでしたか？突然来る地震だと思うと、すごく緊張するというか、常に今もっと大きくなったらどうしようとか、いろんな気持ちがこう頭の中でぐるぐるして、ちょっとしたパニックになるなと感じました。はい、そうですね。しかも今回の地震長かったので、どうしてもいつ収まるんだろうという不安に駆られて、とても辛い思いをしましたね。そうですよね。それでは次は模型で見ていきましょう。
ちらが紙で作った簡易的な建物の模型です。そしてこちらの真ん中にあるバッテンが筋交いというもので、こちらがあるかないかで揺れが大きく変わります。筋交いのあるなしで建物がどう揺れるか見てください。筋交いがあるかないかでこんなに揺れの大きさが変わるんですね。筋交いの場所によっても揺れの感じ方が変わるっていうのが分かりますね。筋交いがないので揺れ幅が大きくなります。1階が駐車場などで筋交いのない建物は揺れやすくなります。筋交いの位置によって揺れ幅が変わることもあります。1階2階両方に筋交いがあると揺れが少なくなります。模型ですが、住宅の耐震化はとても重要ですね。はい、それでは次に木造住宅の耐震診断補助の手続きの流れを見ていきましょう。まず建築指導課へ必要書類を添えて申し込みます。どんな書類が必要なんですか？申し込み書や診断を受ける住宅の情報が分かる書類等を提出していただきます。建築指導課で審査後、診断士派遣決定通知書が送付されます。耐震診断士が自宅へ伺い診断を行います。後日診断結果の報告があります。以上が手続きの流れとなります。こちらの住宅は築50年ほど計画した木造住宅です。今回耐震診断士の清水さんに協力していただき、診断の様子を見せてもらいました。おはようございます。今でね、こっちあっち見える、どこですか？仏間の下。床下は土台や柱の状態や劣化状況の調査を行います。天井裏も床下と同じく状況の調査を行い、加えて雨漏りの有無も確認します。柱の傾斜やサイズを測ります。距離測って85、はい、基礎の部分は種類や形状、ひび割れがあるかないかを確認します。鉄筋あります。その他にも地盤や外観の調査、図面があればさらに細かい部分の調査も可能です。診断をする上でどういったところを見るのでしょうか？まずは柱、それから、床の下からはもう基礎が本当にちゃんとあるかどうか、で天井裏を上がって梁がどのようにかかっているか、でそれが柱とちゃんと止まっているかどうか、そういうところを構造的なものを見ます。あとですね、劣化度といいまして、傷み方がどの程度かということも診断の内容には入ります。痛み方がどのようなものかっていうのは具体的にどのように見られるんですか？はい、例えば雨漏りの跡があるとか、あと隙間が空いているとか、崩れている、壊れている、割れている、そういった劣化がどの程度進んでいる、でそれがちゃんと補修されているかどうか、ここら辺をちゃんと診断します。雨漏りに関しては天井に雨じみがないか、これ簡単なことですし、天井裏へ上がった時にその屋根の構造付帯なんかにこうシミがないかって思います。あと廊下とか部屋の中からその隙間があるかとか、ちょっと壁が傷んでるよねとか、そういうこともありますし、あとは窓の開閉ですね、こういうものがすごくスムーズにいかない場合は何らかの変形があるというふうに診断いたします。まずは細かいところを見て、そして全体を見てっていう形には、流れ的にはそんな感じになります。具体的にどのぐらいお時間はかかるんですか？だいたい早くてもやっぱり2時間以上はかかります。
でちゃんとこう図面とかですね、あの皆さんが準備していただけてると早く診断ができるんですけど、まあ古いお家には図面はもうないっていう方がおられるんで、そういう方にはもう最初から図面を作るような、そういうような流れで診断が入る。他に何か準備しておくことなどありますか？はい、特にですね、あの住宅金融公庫 の融資を受けてあの建ててるとかっていう、そういう情報が欲しいですね。あとは確認申請書とか、そういうあのお役所に出すような書類がちゃんと整備されているかどうか、このあたりもあの一つポイントになるかなと思います。わかりました、ありがとうございます。1月に地震がありましたが、いかがでしたか？はい、いやここらでも結構揺れて、ちょっとね、きしむ音がしてちょっと心配ではあったんですけど、今こうやって耐震診断ねちょっとしてもらって、ちょっと気分的に楽になったかなっていうのはありますね。実際に体験という形で本日体験してみていかがでしたか？床まくって中覗いてくれたり、天井裏も上がってくれたり、基礎の鉄筋らも見てもらったりして、ちょっとここまでしてくれるんかなっていうのはありましたね。こんな簡単にしてくれるんであれば、すぐにでもしてもらおうかなっていうのはありますね。今後診断を受けてみたいなと。いや、すぐにでも診断してもらって耐震補強してみたいなっていうのはあります。林さんも耐震診断をご覧になられていかがでしたか？丁寧に診断されている姿を見させていただいて、これなら安心だなと感じました。そうですね。それでは次に耐震改修の流れについて見ていきましょう。耐震診断を終えて耐震結果が出たら、必要な耐震補強のプランを作っていきます。まず耐震診断士が診断結果に準じた補強プランを作成します。この補強プランの作成までが耐震診断補助の対象となります。次に住宅の所有者が耐震改修工事を行うかどうかを決定します。耐震改修工事を行う場合は、補強プランをもとに具体的な図面などを作成します。その後工事業者を選定し、工事費用の見積もりを依頼します。福井市ではこの耐震改修工事に対して補助制度があります。こちらの申請を行っていただければ、耐震改修工事に要する費用の上限までを補助します。全体改修の場合150万円まで、部分改修の場合は37万5千円までが補助されます。注意点としまして、補助を受けるためには工事の契約着工前の申請が必要です。先に契約着手をすると補助を受けられないため、必ず事前に相談申請してください。その後工事業者と契約し、耐震改修工事が始まります。耐震改修工事が終了したら、実施責報告書を提出していただき、補助金の交付額が確定します。住宅の改修となると費用がかかるので、補助金の制度があるのはありがたいですね。トーマさん、耐震診断から工事までの流れが分かりました。福井市では他にどのような制度があるんですか？以前大阪北部地震で起きたブロック塀倒壊事故を受けて、通学路に面した場所にある危険ブロック塀の除去等に関する補助制度などもあります。危険ブロック塀の除去に関する工事は最大10万円まで、除去した後に検算材を使用した木塀への建て替え工事を行う場合も最大10万円まで補助されます。また年2回ほど開いている建築物防災対策に関するパネル展などで、耐震改修、危険ブロック塀の除去等の必要性や補助制度の普及周知を行っています。耐震改修や危険ブロック塀に関することでわからないことがありましたら、建築指導課までお問い合わせください。このような制度を利用して、しっかり耐震対策を行っていきたいですね。突然起こる自然災害、自分はもちろん周りの被害を少なくするために、事前の準備や対策が必要ですね。それでは次回の生き生き情報福井もお楽しみに。